ご視聴ありがとうございます。ハレリアのトロピー大塚です。さあ、もうね、逃走大戦発売から1ヶ月経ちましたね。早いですね。で、今回はそんな逃走大戦環境中期に拡大しているフレインズウォーカーコントロールの一種、ジェスカイフレンズを紹介したいと思います。じゃあまず、デッキリスト見てみましょう。序盤は軽めの除去と打ち消しで相手をさばいて、各種フレインズウォーカーを展開して、ゲームの掌握を目指します。逃走対戦で加わったフレインズウォーカーは場に入れだけで効果を発揮するので、複数体並べることができれば強烈な妨害をかけながらガンガンアドバンテージを稼げます。それでは早速対戦やっていきましょう。はい、それでは対戦よろしくお願いします。初手はドロースペルに除去、テフェリもあって土地もいい配分ですね。キープします。さあ、まずは蒸気庫をタップインしてエンドします。ここはこちらもランドセットで終了します。お、第1関区の勇士、エスパーミッドレンジですかね。土地を伸ばしたいので、そのまま引きますね。さあ、続いて事件下の守備をセット。からの木をほぐすものテフェリー。さあ、マイナスでバランスします。これね、やはりテフェリー常在効果と合わさって相手のペースを大きく崩せるのが強いですね。相手は第1関区の勇士出し直し、こちらはテフェリープラスしてからショックで焼きます。他のプレインズウォーカーもそろそろちょっと引きたいですね。さあ、相手は復讐に燃えたケツオソリン。墓地の第1関区の勇士を復活させてきましたが、ここは選択を使って、おっ、大岩作物7セットよし、トップで刺さる感も来ました。とりあえずテフェリーをプラス。ここはトークン並んでしまうとフレインズウォーカーの忠誠度を削られてしまうので、溶岩コイルで焼いておきます。そして大予測も7セット。ここもマイナスを使って、ここは支配の片腕ドビをハンドに加えます。おっと、ケイヤも近いか。標的は7セットですね。ソリンプラスでテフェリーに1点ダメージ。では主なき者猿か。攻めていきましょう。ダリオドラゴンか、ソリンを落とします。あ、テフェリープラス忘れた。ちょっとドラゴン化でテンション上がりすぎました。あ、さあ、アイテム敵をほぐすものテフェリー出していきました。マイナス効果で経営の誓いを回収。そしてランドセットでもう一回再キャスト。ここ3点また下ってテフェリーが退場します。まあ、ここまだ手札に2人抱えてるので大丈夫です。さあ、サルカのドラゴンを化して相手のテフェリーを落とします。続いてこちら7セット出して、マイナスして、ここは2枚目のサルカのハンドに加えますね。さらに3枚のテフェリーを出して、さあ、相手は第1関区の勇士を出してエンドですね。あとよりいるので除去を心配しなくてもいいので、ここはサルカンで3人はドラゴン化、そしてアタック一気に12点。続いてテフェリーマイナスで、おこの画面もドラゴン仕様になってる。バランスして7セットでマイナス。さあ、溶岩コイルいいですね。また出てきても除去できます。さらに支配の片腕ドビ。
これで相手はまずインスタントタイミングで呪文を捉えられない、さらにカード2枚以上引けない、そしてインスタント操作に、そしてアーティファクトの呪文のコストがプラス1と3つの制約がかかってます。さすがにヤバいですねこれ。じゃあここ一度気づいた優勢を崩されにくいのがいいですね。さあ相手は第1巻組み合わせを出し直してトークンが出てプラスしてエンドですね。お、黄金のクラリオン、まずは全員ドラゴン化して黄金のクラリオン全体3点とハンコン付与。さあプレインズウォーカー全員アタックで16点ダメージ、16点回復、おっとここで投了ですね。はい、では2戦目やっていきます。さあ初手はプレインズウォーカー並べられそうですね。キープします。まずは神聖なる泉をタップインして終了。相手は蒸気口アンタップイン、こちらはこのターンはランドセットで終了します。とここで選択打ってきました。相手も今のところジスカイカラーですね。さあここは紅葉作の7セットマイナスは防音のクラリオンをハンドに加えます。さあ相手は呼吸をほぐすものデフェリー、ターンもらってマイナスして、フレインズウォーカーにもダメージ与えられるのでショックにしておきますか。そしてウルザの後継カーン、2手札を補充します。プラスでめくれたのはショックと呪文貫き、ショックがハンドに加わりました。さあ相手は木サンバ、そして主なきもサルカン、おおジェスカイフレンズミラーだ。ドラゴン化してカーンを殴ってきました。そっち側でもこっちもサルカン出せるんだけどな。カーンプラスで土地を探しましょう。くれたのね。お、土地よし。これでサルカン出して全員ドラゴン化。相手のサルカンを落とします。さあ相手はカーン出してきました。ボックスサンバーで青マナ出してアンドセット。さらにテベリーでモックサンババウンス、タイキャストして3マナ出してきたのはサフィーリですね。そしてカーのトークンを出してエンド。さてこちらは全員ドラゴン化してアタックします。手札のショックでサフィーリ落とします。支配の片腕ドビで、クリーンズウォーカー守ろうかなと、ここで投了。はい、ジェスカイフレンズいかがでしたでしょうか。ここでデッキリストもう一回見てみましょう。序盤はショック、溶岩コイル、轟音のクライオンで盤面を取られないように動きます。中盤以降は各種プレインズウォーカーを展開していきます。相手の行動を制限できる時をほぐすものテフェリー、大硫黄作魔のナーセット、支配の片腕ドビンの3マナプレインズウォーカーからちょっと重めのウーザの後継カーン、ドミナリアの英雄テフェリー、そして主なきもサルカンにつなげるのがベストです。そうしていくと崩しにくい布陣を敷くことができます。そしてサイドボードはこちらです。アグロなどクリーチャーが並ぶデッキ対策に追加の5のクラリオンが1枚、今回の2ゲーム目のようにプレインズウォーカー同士が睨み合うマッチにはプレインズウォーカーも除去できる牢獄領域やアクサラの束縛が有効です。魔術透明眼もプレインズウォーカーを無力化できます。そしてまたドビンの拒否権はですね、プレインズウォーカーはもちろん非クリーチャーデッキ全般に対して強力です。相手がこいつプレインズウォーカーばっかりだ、クリーチャー除去減らそうっていう考えの裏を書いて、軍勢の戦親分や黎明をもたらすものライダーを入れるのもいいですね。ライダーはクリーチャー同士の殴り合いでは無類の強さを発揮しますし、ライフも一気に回復できるので不利な状況をこれ1枚で巻き返したりもできます。軍勢の戦親分は毎ターントークンを生成して共同で戦線を強化できるので加速度的に打点が増加します。
立ち上がりの遅いデッキランクを一気に倒したりすることも可能になります。そして最後にジェスカイフレンズをはじめとするプレインズウォーカーコントロールは非常に強力なデッキなんですけれども、プレインズウォーカーをまとめて除去するコジュというカードには気をつけてください。相手がプレインズウォーカーをコントロールしていた場合、一気に忠誠度を増やされて奥義を使われるなんてこともあります。そしてこのプレインズウォーカーコントロール、構築の幅が広いのも魅力の一つです。今回は入ってませんでしたが、謎めいた指導者カズミナなんかも採用の候補になる1枚です。お気に入りのプレインズウォーカーを入れたり、好きな色の組み合わせで作ってみたいっていうのもしやすいようなアーキタイプになってます。さらにインスタントタイムで動くことが少なくてですね、プレインズウォーカーをひたすら並べていくっていう感じのデッキになるので、初心者にも比較的、使いやすいデッキになってます。皆さんぜひ組んでみてください。というわけで今回はここまでになります。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。